時刻は6時58分になるところです。さあ、次第はコメンテーターの方々登場、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。暑いっすね。本当んと、この体型の人間にとってね、<laughs> 一番辛い時期がやってきたなと。<laughs> しかも早いじゃないですか。早すぎるよね、これね。ええ、まだ5月っすよ。5月ですからね。5月でもう汗もできちゃいますよね、これね,ね<ー>、えー。えー、そんな中ですが、今日もよろしくお願いします。ま間もなく7時になるところです。 5月27日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。トランプ大統領来日。猛暑の中、ゴルフに大相撲観戦。 おとといの土曜日令和初の国賓として来日したトランプ大統領は昨日安倍総理と千葉県茂原市でゴルフを楽しんだ後両国国技館で大相撲夏場所千秋楽を観戦し優勝した朝の山関にトロフィーを贈呈しました安倍総理は夜は大統領の食の好みを入念に調べて六本木のロバタ焼き店を選定するなど二人は昨日三食とも一緒に食事を共にし親睦を深めたものとみられます まあなんかもうゴルフも定番になりましたし、そして夜ご飯も含めて、そう、3食全部っていうのはね、これ以上ない蜜月アピールと。そうですね。まあ、あの、この手のね、外交で私よく言うんですけれども、一番大事なこと、必要なことは何なのかっていうと、よくね、ケミストリーが合う。化学反応というふうなことなんですけれども、気が合うっていうのが、まあいろんな交渉していく大前提としてね、一番重要なんじゃないかなと思うんですけども、そういった点で言うとね、の 第2次世界大戦後のですね、日米関係の中で、えこれまでですね、まあトランプ、えあるいは安倍さんの以前にですね、えじゃあ一体誰が、どのね、組み合わせが一番ケミスリーがあった、え日米首脳同士だったのかというと、意外や意外、え海部俊樹首相とですね、えブッシュシニア、パパブッシュ。え、そうなんですかえこれ一番実を言うと、気があったとされてるんですよ。そうなんですかえいや、他にもほら、小泉さんとかね。これ、相手ドン引きしてましたからね。なんとかその演出しようとしたんですが、 なるほど。ええ。あと、それこそほら、あの、中曽根さんとレーガンさんなんて。ロイヤス関係なんてね。ええ、言われたじゃないですか。けども、えレーガンさんの方がそれほど前のめりじゃなかったと。はえ今回はやっぱりね、あの、トランプさんは、ええ、まあ前のめりというよりも、かなり、え安倍さんに対して信頼と言ったらいいのかな、え押してるような、そういう状況もありますからあの、自撮り写真みたいなも、はいはいはい。さも嬉しそうだったじゃないですか。あの、二人でね、あの、こう言ったら何なんですけど、こう、頬を寄せ合ってみたいな感じで、あんな と嫌いいなな人はやらですもんねあのですから、オバマさんがね、例えば日本に来て、確かに、すきやばし二郎行きましたよ。行ったんだけども、寿司を食いながらバーンとファイルを出してね、さあ、これはこうなんだけどというね、いきなりそこで仕事が始まっちゃったみたいな。ああ、オバマさんらしい。仕事大好きですからね。その一方で、まあ、トランプさん仕事大嫌いですから、まあ、こういうね、ところが一番重要なのかなと思いますけどね。結構ね、あののさんぐらいにまとめて、う 図解入りで説明をしないとなかなか入っていかないみたいな話もありますもんね。えー、まあ、でもね、まあ、首脳ですからトップですからね。はい。その細かいところまでね、うん、あれこれ支持することなく大枠を決めるっていうのが一番重要なんじゃないかなと思いますけどね。うんうん まあ、それにしてもですね。はい、まあ、いろんなところ選ぶなっていう、大相撲にしてもね。はい。まあ、さっきね、ええー、まあ、相撲ジャーナリストの方が、ええ、解説したんであれなんですが、ええええ、はい。あの、一方でですね、はい、やっぱりロバタ焼き。そう。ロバタ焼きを選んだなっていうね、今回。ねえ。 まあ、喜んだのかどうなのかあれなんですけど、まあ、値段的には喜んだんじゃないかなと。値段的にはとにかく高いんですよ、ここ。この六本木のロバタ焼居酒屋。ええ。あ、そうなんですかええ。行ったことある何回もあります。何回もあるんですかだい大体ね、これね、アフターで使う店なんですよ。結構遅くまでやってるんですよ。そう、お姉さんですとお店終わった後に、じゃあロバタ焼きに行くかって言うと、大体このロバタ焼きに行くんですが、ほうほうほう。ええ行くのがね、なんかね、嫌なんだな、僕なんか。行くのが嫌だ。財布すぐ軽くなっちゃうから。 そういう感じの。今だったらね、あのー、はい、ま、肉もあるし、何でもあるんだけども、えーえー、あのー、えー、あれでアスパラだろうね。アスパラですか。<laughs> えー あれ焼くと確かにうまい。うまいんだけども、ぶっといやつね。ぶっといやつね。アスパラ自家ってどういうことだよっていう。本当ですね。アスパラも自家で出てくる。自家で出てくる。はあ。ま、今回あの、トランプさんは、和牛のステーキを召し上がっこれがまた高いんこれ高いんですかこれがメニューの中で最高峰。ま、近畿の一夜星と並んで高いんですよ。近畿の一夜星か、和牛ステーキか。で、必ず進められるんだけども、断れに断れがお姉ちゃんと一緒だからっていうね。確かにね。 言っちゃうじゃないかみたいな <laughs> まあ今回はね,ねそういう意味では、ねね、国庫がついてるからとそうですね羨ましいなって思いますけど羨ましいですね、はい、確かに <laughs>、えー、ということでまあ今日はあの日米首脳会談まあ仕事の話があ入ってきますのでそれについては後ほど、はい、また、えー、詳しく解説いただこうと思いますまずはトランプ大統領昨日の一転についてでした続いて七時の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク 東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです今日日米首脳会談開催焦点は 来日中のアメリカのトランプ大統領は今日安倍総理大臣と日米首脳会談に臨みます安倍総理は北朝鮮による日本人拉致問題の進展や6月に大阪で開く G20 の成功につなげたい考えで閣僚レベルの協議が続いている日米貿易協定交渉は議論の加速を確認するにとどまると見られております まあ、ああ、焦点がどこになるのか。イランとの関係なども、おう、読売人は今日一面トップでね、伝えたりなんかもしてますが、はい、さあ、須田さんどうご覧になりますかうん、やっぱりあの、この貿易交渉と、えー、対イラン問題なんだろうなと思いますけどね、<ー>今回のね、日米首脳会談のサイドのポイントは。はい。ただですね、貿易交渉に関して言いますとね、えーえーえー、やはりどうなんでしょうね、日本政府としては、はい、そもそも元々の、えー、スケジュール感というのは、うん、まあこれは二つの理由があってね、はい、えー、参議院選挙後の打結というか、 えー、合意というのを目指してたわけなんですよ。二つの理由ってもちろんですね。はい、えー、このね、その交渉の内容によってはですね、えーえー、選挙に大きな影響を与えかねない、あるいは、えー、選挙をですね、動いてくれる、そういった業界団体にも影響を与えかねないということで、はい、えー、そういった影響を、えー、排除するためにも参議院選挙後、えー、そしてもう一つはやっぱりスケあのー、手続き上といったりのかな、物理的な時間がその程度かかってしまうんですよ。はい、細かい部分もありますからね。あのー、ですから、そういった意味で言うと、トランプさんとしては、はいえー、早い。 結果を出してやっぱり、えー、まあ来年の暮、えーうん、れに、えー、大統領選挙を控えているわけですからね、はいえー。早々に有権者にアピールしておきたいと思ったんでしょうけども、うん、まあとは言ってもですね、えー、まだまだ大統領選挙までまだあるからこの辺たりは、はいえー、一つ日本に貸しを作っておこうということなんだろうと思いますね。うん、ただあのー、どうなんでしょうねこの貿易交渉の中で私はね実を言うと最大の焦点というのは、はい、まあメディアはですね農業分野、えー、特に牛肉を取り上げてますけども、えー、むしろ為替上 為替セ条項。ええ。こう最近ですね、パタリと、ええ、その動きが止まってますけれども、果たしてこれがですね、ええ、何らかの、その、なんていうかな、アメリカの要求に応えて、ええ、決め事をしなくてならないのかどうなのかね。日本としてはやっぱり、ええ、ね、異次元の金融、日銀による日次元の金融緩和っていうのは、その、為替の問題とワンセットになってるわけですから、そこにね、高をはめられるっていうのは、やっぱり何としてでも避けたい。だからそのあたりにね、例えば、 トランプさんと安倍さんとの個人的な人間関係を背景にですね、はいうん、やっぱりあの、日本側にとってみるっていうと、まあ、あの、本当なね、はいえー、形で決着をしたいなと。うん、ただアメリカ側としてはどうなんでしょうね。えー、その牛肉、あるいは農業分野、あるいは自動車もそうですけれども、はいえー、そこで思ったほどの成果が得られなければ、うん、やっぱりそのカワ条項を持ち出してくるという、そういう動きになってる。だからそういった意味で言うと非常に微妙な責め合いが今続いてるんだろうなと思いますね。 まあそのあたりどれを立ててどれをこう捨てるかみたいなこう取引になってくるわけなんですかね。えー、でただそうは言ってもですね、はい、現状では日本にとって。 歓迎す,するようなね、歓迎、うん、できるような、そういう交渉の,、まあ、あの流れになってると思いますよね、うんまあ、自動車の関税についても180日延ばすとあの、猶予するということをトランプさんが、まあ、これ、来日の前にすでに発表していて、ええ、だこの辺も含めて、まあ、7月妥結、その先もまだ交渉は続くというようなことになるんですかね。そうですねあのですから、そういった意味で言うと、あのどうなんでしょう、その投資の分野、はいえー、つまり、えー、これ、別に 自動車の関税とか自動車の輸出量の問題ではなくて、うん、やっぱりあの、えー、アメリカ国内の自動車産業に関わる、ねはいえー、人たちの雇用の問題であったりとか、うんえー、所得の問題なんですよ、うん、だからそのあたりで、どういう成果というか、はい、実の、ね、果実が得られるかどうかというところだと思いますけどね、うん、で先ほどです、ね、今回の首脳会談の焦点2つと、はい、1、えー、一つはこの、えー、貿易交渉なんですけども、えーえー、やっぱりもう1つはイランの問題ですね。 ベースとしては、やっぱりアメリカとしては、はい、その、中東でというか、対イランで、うん、え、何らかの軍事行動は取りたくないんです。トランプさんとしてはね。お取りたくない。取りたくない。やっぱり、えー、お金かかりますからね、これ。まあそうですよね、えー。で、やはりもう一つはですね、やっぱり大統領選挙を控えてますと、はい、えー、国民のというか、有権者の目というのが、内向き、どうしても内向きに内向きになっていく。で、そうなっていくとね、やっぱり若、アメリカの若者を戦場に送り込むというのは、はい、えー、どう考えてもですね、 え、まあ、その、選挙にとってプラスに働かないんですよ。だから、そういった面から考えてもですね、はい。え、やっぱりイランとの間で、え、これ以上、今以上、その軍事的なね、え、緊張関係を高めたくはないと。で、そうすると、やっぱり、え、そのあたりで、とは言っても、アメリカが直接出向いてってというわけにいかないから、はい。え、そこで、やっぱり日本の役割、安倍首相の役割というのが、やっぱり、アメリカ、トランプさんサイドとしても、え、重視してるんだろうな、と。えさあ、このあたりがね、はい。え、具体的にね、話、 次にトランプさんと安倍さんが話した内容が表に出てくるかどうかわからないけども、うんはい、出てくる可能性は低いと思いますけどね、えー、このイラン問題で,での,このやり取りがですね、結果的にこの首脳会談が終わった後の日本の行動っていうのを見ていくと、うんはい、なんとなく見えてくるんじゃないかなと思いますけどね。<ー> あの、これに関しては読売新聞がいろいろ報道していて、なんか6月の頭ぐらいにも、イランとサウジに行くんじゃないか、みたいな話まで出てきてますよね。ええ、だからそういった点で言うと、やっぱりこの G20 で、はい。また再びね、トランプさんと顔合わせるわけなんだけれども、はい、えー。その時にですね、やっぱり、えー、なんていうかな、あの、成果と言ったらいいのかな、ええ、結果というのをね、最終決着はしないでしょうけども、はい。やっぱりその間にそういった動きが起こってくるんじゃないかなと思いますけどね。ああ、どういう感触だ そうですね、そこはね、本当にね、これはどちらかというと、アメリカ国務省サイドから得た情報なんだけども、期待してますよ、アメリカは。日本のその交渉というか、イラン側の思惑をね、軍を通じて知るということに関してね。僕も外務省の人の中に行くと、これ、ザリフ外相っていうイランの人が。 いきなり来たじゃないですか。<え>あれも昔だったらそんなこと言われたってアメリカがなんていうか分かんないから断るところ、やっぱ信頼関係があるからとりあえず受けるとかいうこともできるんだと。<え>あれ突然来ましたもんね。そうですね。で、なおかつやっぱり日本とイランの関係っていうのは、基本的にすごくいいんですよ。 ですから、かそのイラン・日本関係、それでアメリカ・日本関係っていう点でいうと、はい、やっぱりその仲介役、仲田徴約役としては、うん、ベストなんじゃないかな、日本の、ね、存在というのはベストじゃないかなと思いますけどね。では続いて2つ目、こちらのニュースです。<music> 大阪維新の会と公明党大阪府本部、都構想で最終合意。 大阪維新の会と公明党大阪府本部はおととい、大阪都構想の是非を問う二度目の住民投票を実施することで最終合意しました。一年をめどに都構想案をまとめ、来年秋から冬に住民投票を実施する見込みです。ま、ああの、菅田さん、再三ね、これ解説いただいてますが、<え>その、住民投票まではってところでは前回も一致していたけれども、今回に関しては都構想そのものについて、<え>もう基本的にはこれ、 公明党側も賛成なんですか、ね、そうですね。まあ、これはですね、やっぱり維新がこだわったところなんですよ。うん、えー、やっぱりね、公明党っていうと、はい、やっぱり国政選挙を強く意識して、うん、その中でのバーターとしてね、はいえー、この都構想問題に、えー、向き合ってきた経緯がありますから、<ー>場合によってはこれ、国政選挙終わった後にね、はい、また同じような状況になりかねないと。うん、ひっくり返されると。えー、だからそうならないように、えー、公明党にちゃんときちんと、えー、首根っこ押さえておこうということなんだろうと思うんですけどね。はい。ただねこれ 知られれてないんですけれどもどうなんでしょうねあの、実はね、前回の W 選挙、クロス選挙ですか、はい、行われるまでにですね、えー、松井さん、吉村さんというのは、うん、まあ、二人ワンセットの時もあれば、バラバラの時もありますけども、はい、トータルで、何、えー、て言うんですか、1000回以上のですね、タウンミーティング。 開いてるんでやっぱり、前回以上。ええ。これは前回のですね、え、住民投票の反省に立ってですね、住民投票やると言ってもですね、え、それぞれの、え、市民がですね、まあ理解してるわけじゃなかったということで、やっぱりこれどういうメリットがあるのか、どういう形でやるのか、え、不安はどう解消されていくのか、みたいなところをですね、非常にきめ細かく、え、タウンミーティング実施してるんですね。ええ。で、まあそのあたりってほとんどメディア報道しないんだけれども、やっぱりこれって結構大きな、え、効果 もたららしてるんじゃなないいかと思まますすけどねおそくでねこれからもまた繰り返しこの種のタウンミーティングというのは開かれていくでしょうし、どうなんでしょう、やっぱりそのあたりについてね、公明党が中身について賛成するんだったら、そのタウンミーティングにも公明党の議員もですね、市会議員もですね参加するなんていうことになってくると、これはですね公明党もかなり本気だなと、おそらくそのあたりをですね打診していくはずなんですよ、水面下で。 もう賛成だったら一緒に行きましょうよ、タウンミーティング。やっぱり。なるほど。ね。<ー>このあたりのメンバーだったりのかなはい。おちょっと。 注目しといた方がいいいたのかなと思いますけどねその核みたいなもの。そうですね。えー、おでも、この協定案の中身まで一緒に詰めていこうとお、ある意味、維新側も妥協する部分があるというようなねき、えー、含みを持たせた会見ではありましたけど、えー、そうそう中身これから詰めていくっていうことそうですね。あのー、ですからね、ただね、ポイントなのは、はい、特別区っていうのが今度作られるわけですけれども、えーはい、そこの議会のですね、権限であるとか、はいえー、区の予算権であるとか、お<ー>そのあたりがですね、はい、やっぱり公明 党の市会議員にとってみると、うん、やっぱりあのー、なんていうんですかね、やっぱり自分たちの身分がなくなるっていうのが、一番の、えー、アレルギー反応なんですよ、はい、だからそれが区議会っていうかな、うん、区に降りてきたときに、どうまたそこを確保するのかっていうのが、はい、これは非常に政治的に強いですね、駆け引きになる、えー、あんですね。うーんね えー、この辺り、まあ、あまだまだね先の話なんでいろいろと見ていきたいと思います、えー、この時間ジャーナリスト須田真一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした「日本放送飯田浩司の OK 工事アップ」教えてニューーースキーワード 7時26分です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。解散風。衆議院が解散しそうな政界の動きを風に例えた言葉、解散風ですが、 今年の初めから永田町が解散風を煽っていると盛んに報道されております、えー、ところが実際本当に風が吹いているのはどこなんでしょうか、えー、須田さんが取材によって肌で感じた風が生じている場所を明かしていただきます 長田町、まあ、このあたりね、政党の本部がいっぱいあるんで、えぇ、ー、政界のことを指したりしますが、解散風、解散風言われてますけれども、そうませええええ、あの、やっぱりね、あの、衆議院の解散、国会の解散っていうのは、首相の体験というふうに、大きな権力で体験と言われますよね。はい、ええ。ええ、あの、だから、まあ、衆議院を解散することができるのは、えぇ、ー、総理大臣だけと、はい、えぇ、ー、されてるわけなんですが、あの、実はね、えぇ、ー、総理大臣だけではないんですね。私の、<お>えぇ、ー、過去のですね、えぇ、ー、まあ、 正解取材によるとね。ええ。これは何かというと、今日のキーワードである解散風。はい。なんですよ。ええ。つまり、解散風って一体ね、これがどうして、ええ、影響を与えるのかっていうと、はい。そろそろ解散になりそうだ。首相はどうも、ええ、解散に踏み切りそうだ。ええ、あるいはね、ええ、いろんなこういうね、解情報、解メールが回ってきた、みたいなところで、はい。浮き足立ってくるんですね。ええ。そうすると、やっぱりね、選挙に向けて動き始めるというね、はい。そういう流れ、動きが、やっぱり起こってくるんですよ。まだ、総理からはですね、 何も言ってないし、はい、え誰かね、その政権の、えー、トップの人たちが何かを言ったわけではないけれども、はいうん、ただ、えー、常在戦場、いつ選挙にあってな,なってもおかしくないというのが衆議院ですからね。はい、でそうするとそろそろありそうだっていうと、ちょっと準備しとこうかなとかね、ポスター用の写真撮っておこうかなとかね、はいえー、少しパーティーもやってみようかなとかね、うん、動き始めて、えーえー、特にお金を使い始めると、はい、やっぱりね、もうそれがかなり 動きが激しくなってくると、もう止めようがなくなっちゃうんですよ。 生事実みたいになっちゃう。ええ。だから、誰も何も言ってないのに、え、現場が動き始めると、いかに首相が、え、ね、それ誰が言ってるのか解散するなんて言ってるのかわかんないけども、俺やるつもりがないよと言ってもですね、一旦動き始めた、一旦転がり始めたね、え、石はですね、止まらなくなっちゃう。これを解散風の効果なんですね。そういった点で言うとね、先週ぐらいに私、え、まあ、いろんなところのですね、農業団体、農協だとかね、そういったところ回ってみたりですね、はい。 あるいは、建設業界とかも、え、回ってみたんだけども、やっぱりね、一番最初に私に聞いてくるのは、どうですか、すみん、ダブルはありますかあ解散どうですかねどうですかねって聞くっていうことは、もうその準備を始めようとしているという状況になってるんではないかなと。もう完全にですね、現場と言ったらいいのかな。その第一線を浮き足立ってますよ。もうちょい冬、 あの、解散数が増いたら、はっきり言って動き始めます。はい、あ、もうかなりこう、マグマが溜まってるような状態で。ええ、<ー>で、その点考えてみるとですね、はい、え、これ、どうなんでしょう。6月26日、会期末なんですが、会期、はい、延長するのかどうかも、ええ。まだはっきり決まってないんですよ。ええ ああ、そうですよね。で、その一方で、今予算委員会、会店休業状態。そうですね。何もやってない。何もやってない。というところから考えて、普通だったら延長ないんですよ。やることないから。やることないですもんね。延長しちゃって。法案がかかってるわけじゃない。だからそこじーっと見てるんだけども、まだその何の落とさたもない。というところで言うと、やっぱり疑心暗鬼がどん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 今膨らんでる、え、最中、 な,ね、なるほど。そだからそのあたりのこの、えー、現場第一線の動きは今後どうなっていくのかな、と。うんうん、もっともうちょっと吹いたら。もうちょっと吹いたら。もう動き始めますよ、これ。なるほど。えーえー、今のところ6月26日が会期末になっていて、えー、で、その会期末で、えー、国会を閉じた場合には、えー、自動的に法律の規定で、えー、7月21日が、えー、参院選の単独でやる場合も、お、投開票日になると。えー、ただ、ここに、 いい、解散が絡んできたりとか、あるいはその延長がってことになると、最大で8月の終わりぐらいまでは伸ばすことができる。伸ばすことができるということなんだけども、ちょっと8月はね、やっぱりあの、選挙のね、あの、スケジュールとしては、最悪なんですよ、暑いんで。ねえ、なかなか動きにくいというね。まさにその現場の人たちが疲弊してしまうというやつですね。そうですね。で、やっぱり一つ今大きな焦点になってきているのは、どうでしょう、6月19日になると言われている、 ええー、まあ、あのー、まあ、両党のですね、自民民主党の、立憲、はい、民主党のですね、まあ、党首討論が一つの大きな焦点になっていく<ー>そこなんかかは何かが起こるんじゃないのか。これもあれですよ。島、憶測、えー、の類いですよ。ねいや、国体の野党なんか聞くと、それこそ、あの、野田義彦パターンがあるんじゃないか、みたいな。そうですね。そうそうそう 話が。まあ、こういう疑心暗鬼島憶測が飛び交うようになると、解散風がさらにね、強まって、現場が浮き足だって動き始めるというね。なるほど、えーえー。今日のキーワードは解散風でした。OK, call t 時刻は7時35分です。ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいております。解散風についても、大聖、はい、さんツイッターです、えー。昨日もお台場フジテレビで、えー、再び萩生田さんが、これ、なぎにするため一応否定してたみたいですよね、と。あの、解散について。えー あのー、特に国会の延長についてですけれどもお、今のスケジュール間でいくと延長する理由はなくなってしまうと。でそれから解散についても、閣僚が議員バッジがない中で、G20 落ち着いた会議ができるのかというふうに話して、うん、うんこれは一旦否定にかかったと。そうですね、ちょっとブレーキ踏んどかないと本当に走り出しちゃいますからね。お<ー>先ほど申し上げた第一線がね。なるほど。えー、その辺をを、萩生田さん、最初にね、観測機器を上げたのも萩生田さんでしたよね。ねえー、解散あるんじゃないかだ これを自分の意志でやってるのかどうかってというとこもまた島憶測になってくるんですよ、えー、そうですよね。やっぱり総理と近いんじゃないかとか、えー、官邸にも近いんじゃないかとか。えー、<laughs> いや、はね、気が気じゃないだろうね。ね出られないだろうね。そうですよね。放送局もそうなんですよね。<laughs> <laughs> さあ、この後は。鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマは、衣替えやクールビズについてです。OK。c ー z y アップ 時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と、新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ <music> フィアットがルノーに今日にも経営統合を提案。 欧米の自動車大手フィアットクライスラーオートモービルズがフランスのルノーに経営統合を提案することが明らかになりました。統合が実現するとルノー、日産、三菱自動車の4社の世界販売は1500万台を超えフォルクスワーゲンを抜いて首位となります。えー、今日にも FCA と呼ばれるフィアットクライスラーオートモービルズの方が提案をすると。えー、今日は日、 日経新聞がここれ一面トップでで伝えていいるというとうろです自動車業界の再編ですわ。ねえ。<ん>あの、むしろこれ、ウォールストリート発なんですよね、はい、情報としては。ですから、まあ、アメリカ側から出てきた話であって、うん、まあ、そこ一つ大きなポイントとなってね、はい、やっぱり日米を、この3局がですね、えー、えを股にかけた、まあ、こういう企業グループができるということなんだろうと思いますけれども、はいうん、だからちょっとアメリカマーケットっていうところにね、注目していただきたいなと思うんですけれどね。ほう だから、あのー、そういった点で言うと、ですね、はい、どうでしょう、その中でね、うん、やっぱり日産が、はいえー、どの程度、その主導権を発揮できるのかどうなのか、やっぱりね、えーまあ、これだけですね経営、あのー、統合が進んでくると、はい、やっぱり、あのー、なんていうんですかね、日産としては地盤、えー、沈下と言ったらいいんですかね、うんえー、やっぱりこのルノーがですねこの主導権を発揮するというね、はいえー、それを見込みがあるからこそ、ルノーは、えー、この経営、えー、統合に、経営統合というのも経営、はいえー、合意に、提携にです、ね、踏み切ったんじゃないかなと。うん 私は思いますよね。だから日産ちょっと後手後手に回ってますよね、ここね。あ<ー>。そういった点で言うと。はい。で、やっぱり、えー、まあ、この狙いというのは。はい。 一つあるのは今世界的に進みつつあるですね、えー、部品だとか資材のですね、共用化、うん。はい。え、同じものを使っていこう。ベースについては同じものを使っていこうじゃないか。うん、で、それはやっぱりね、えー、従来とは違って、うん、電気自動車。はい。こう見据えた上でもその部品資材の共用化というところなんだろうなと。だから、えー、やっぱり電気自動車の、あの、一つの、え、ネックっていうと価格面なんですよ。はい。え、その価格をいかに安く抑えることができる体制を、えー、作ることができるかというところへ向けて、 で、全部これを動き始めている。で、そしてやっぱりね、あの、電気自動車っていう点で言うと、あの、トヨタが一時期進めていた、水素自動車。はい、これまだまだなくなったわけじゃありません。はい、で、何が言いたいのかっていうとですね、うん、やっぱりデファクトスタンダード。はい。デファクトスタンダード。うん、えー、要するにその世界標準を、はい。どこが握るのか。はい、これが今、熾烈なですね、えー、これから、えー、戦いになっていくんだろうなと。はい、そうするとやっぱりね、えー、生産販売台数、うん、そして、生産台数販売 台数そしてマーケットを、えー、抑えてて一定程度のマーケットシェアを抑えるということがこのデファクトスタンダードを握る上で一番最短距離になるんですね、はい、だからそこへ向けていよいよ、うんえー、ルノーは動き始めたんだなぁと<ー>、えー、その電気自動車というね、はいえー、ところを見据えた上でそのデファクトスタンダードを握るというねう、えー、その戦略が、えー、発動されてつつあるんだなぁと<ー>でそうすると日産としては独自性を守るために、はいえー、どういう動きができるのかっていうとう今のところ実は見当たらないんですよ なるほど。単独で世界とこしていくには生産台数が足らない。ええ、で、コストも、えー、高止まりしてしまう。はい、結果的に車両価格が高止まりしていて、えええー、競争力がさほどない。じゃあ、そうするとやっぱりここについてかざるを得ない。はい、ついていくにあたって、えー、じゃあ、えー、日産としてね、あのー、その資本の部分でも、はいえー、主導権逃げるのかっていうと、ちょっと心もとないルノー・オーカムルみたいな。えー、だから、いずれですね、僕はね、まあこういう言い方したくないんだけども、ええ うん、まあ、飲み込まれていく運命なのかなと思いますけどね。もともと日産自動車ってところは電気自動車では先行してたような気がするんですけど、リーフであるとか。そうですね。ねえ。ええ でもその技術っていうのは、ルノーの側、あるいは FCA の側にどんどん、こう吸い取られるような形になっちゃうわけですただね、そうは言ってもそうすると、その日産の電気自動車にとっても、はい。そのコストダウンであるとか、えー、あるいは車両価格のね、あの、低減にと、えー。低減に大きくしますからね。はい。プラスに最後しますから、うんそれはそれで、まあ、日産にとってもウェルカムじゃないかなと思うんですけどね。ああ<ー>。うん、まあ、あの、今、この出ている1500万台超えというのは、当然ね、あの、ガソリン車である。 とかそういうい内燃機関の車の販売台数ですよね、ええ、これが、のこの規模の大きさっていうのは、やっぱり電気自動車をやる上でも、資する部分っていうのはあるんですか いや、あのー、ですからそこがベースになると、いきなり電気自動車に乗ることないですからね。徐々に徐々に。で、特に、えー、フランスにおいては、まあフランスっていうか、これがヨーロッパのスタンダードになっていくと思うんですが、はい、まあ2040年頃をもってしてね、うん、えー、まあそれはハイブリッド化を含むガソリンエンジンの自動車、ディ、はい、ーゼルエンジンの自動車の販売は法律によって禁止されますから。 ああ、なるほど。もう売っちゃいけませんよ、という状況に20年後は間違いなくなっていくんですよ。はい。まあ、だからもうタイムスケジュールできちゃってるんですね。じゃあその2041年以降どうすんのかと。 はい。いう問題ですから、あ<ー>そこへ向かっても動き始めてるんですよ。その辺の危機感というか、お尻切られてるっていう感じが、ルノーにはあって、日産だとか日本の企業にはなかったってことなんですかまあ、あんまりないんじゃないかなと思いますけどね。で、これはもちろん言うまでもなく、はいえー、CO2 の、ね、排出量の抑制というのとワンセットで進んできてますから、はいたいその CO2 の、ね、排出量を抑制していく、その目標をどうクリアするんですかと、と、ね。パリ協定をね。はい、という点で言うとですね、もうどうしても電気自動車っていう 方向に動かざるないんで、すよそうすると、それはもう待ったなしの、いや、ちょっとまだ技術がね、いえねできてませんから、はい、え対応できませんとかね、まだまだ価格面でコスト面が高いから、対応できませんとかっていう、そういう言い訳は通用しないっていうね。 うん何が何でもやんなきゃなんないっていう状況ですから。ええ、で、この電気自動車の世界には、それこそ、あの、アマゾンだとか、グーグルだとかっていう、IT の大手も、こう結構視野に入れて参入しようとしてますよね。ええ、かなり厳しい戦いになるじゃないですかそうですね。ですから、その電気自動車とワンセットで自動運転装置というのがワンパッケージになってますから。はい、だからそこで今言われたようなグー,グ,ーグルとかね、はい、えー、が入ってくる余地があるんですね。ただ電気自動車ってのは結局のところは、はい まあ、走るスマートフォンみたいなもんですからね。<ー>じゃあ、その自動車メーカーがいつまでも、はい、その、中心っていうのかな、えー。主導権をその、マーケットの中に握り続けるかとかかどうかっていうね。うそういう攻めがあるんですよ。<ー>ええ、そうか、スマホの組み立てっていうよりも、アプリだとか、その全体を作っている人たちの方が今儲かってる。あの構図が、車の世界でも起こるかもしれない。ええ、そうなんですね。 あのー、ですからそういった点で言うと、はい、その自動車っていうね、うん、えー、これまでの我々の工業製品の概念というのは、壊れていくっていうのが、電気自動車界向けての流れなんですよ。はあ、い。だから各社、相当な危機感を持ってるわけなんですね。うん。ね、まあ、このモーター車ってことになると、組み立て相当簡素になるというふうにいます部品数も少ないですからね、これね。うん。ね、より付加価値の部分っていうのを、 作ってかなきゃいけない,い。ねえ。だからそういう点で言うと、はい、その日本の自動車メーカーってなかなかその戦略がクリアに見えてこない。 うんですね。ええ、まあ、あの、トヨタがエヌビディアという会社を買収したっていうのは、それをやろうとしたっていうことになるわけですね。ねえ。あの、のええ。ただ、トヨタにしてもですね、ええええ、まあ、そのスケジュールをきちんと決めた上でね、はい、えこれで一直線で走っていくっていうことより、ピンポイントで走っていくというよりも、うん、ありとあらゆ可能性に備えて、<ー>今、ウィング広げてますからね、はい、それで大丈夫かなって私はちょっと心配な。 ところがあるんですけどね、うん。そろそろ集中しなきゃいけないタイそうです。集中と選択の時期に入ってきてるんじゃないかなと思いますけどね。うん、なるほど、ええはい。えー、フィアットがルノーに今日にも系統を提案というニュースから、まあ自動車産業全体の未来というところまでお話をいただきました。はい、このコーナーを含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。時刻は7時53分になるところです。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースに対してね、いろいろとメールやツイッターをいただいておりますが、えー、あのお、トランプさんとお総理が昨日の夜、一緒という、え、はい、バタ焼き屋ですが、はいえー、株主優待鑑定士、かっこ見習いさん、ツイッターです、菅田のおじき、朝からアフターの話。<laughs> いや、これ、これ、土日お店なかったもんだから、<あ>月曜になると、るそろそろそういう気持ちになってくる、ね。<laughs> <laughs> じゃあ、そのキックオフと。キックオフと。<laughs> <laughs> そんな嫌な顔するな <laughs> も私も行ってみたいです須田さんいや玉ねぎぐらいは食わしてやるよ玉ねぎぐらい 玉ねぎも自家なんですよね。自家<直>なんだ。千葉さんの。千葉さんの玉ねぎ。甘くて美味しいですからね。ねえー、それからあ、サワラウォッチャーのさとこさん。トランプさんの大相撲観戦見てたら、退出するトランプさんに観客がわっと群がって手を差し出して握手を求めていましたよね。ん<ー>その中に、なんか見られた顔があって、これ、金美グ・さんがいたと思うんですけれども、本人なんでしょうか。えー、それと気になりましたが、えー、トランプさんの横の横に、あの、おー これ読んでいいのかなあまり可愛くない顔で有名なトランプさんのスポークスマンのサラ・サンダースさんがいました。昨日は結構可愛くて見直しましたよ。顔写りのいい白い服を着てましたよね。いただきました。まあ、キンビレさんというとですね、安倍総理の師匠みたいなね。ああ<ー>、えー。私もね、直接どうなっちゃいますよ、キンビレさんの前でいると。なるほど。ええー、まあ、背はそんなに高くないんですが怖い人ですかね。もうせ筋にピーッと見て。いやー、もうね、えー、すごいですもう下,下ネタとかはね、1回か2回ぐらいしかできないよね。<laughs> でも 一回二回はするんですきっと睨まれるけですかいつもられ、褒められたことない褒められたことない。私もあのゲストで1回あのご一緒したことあるんですけど、骨折にすってのを見て、綺麗な立ち姿を当たらっしゃいますね。そうですね、本当に。そう、あの、レバーのサングラスをかけてらっしゃって、すごい、かっこいいなというね。もうタイバーマフィオみたいな感じでね。こらこらこら、こら、なんてこと言うんですか。ご意見たくさんいただきました、メール、ツイッター、今日もどうもありがとうございました。 お送りしてまいりました OK 工事アップお別れの時間が近づいてまいりましたまずはプレゼントを当選の方発表ですはい防災アルミブランケット三人の方にプレゼントです川崎市川崎区小袋梶幸さん千葉県東金市稲橋俊幸さん埼玉県上尾市原正幸さんご当選ですおめでとうございます 明日のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです今朝は須田真一郎さんとお送りしてまいりました須田さんどうもありがとうございましたありがとうございました須田さんはいドラマに出るんですってううそうなんですよえー、えー。六月10日あ月曜日だから再来週の月曜になるのかなー、ね、え,えー結構人気なのだろうね,ねえ,ねえ BS 富士で放送中のドラマ警視庁捜査資料管理室に出演とえ役柄が警察,幹警察官部警察官部役者じゃないんだよこれ <laughs> 丸棒でもない、えー、で日本放送の東島さんとね、東島エリア,アナウンサーと共に、ニュースアウトサイダー出演されていたというね、うなんですご縁もありましてえ、その時にドラマプロデューサーの方はゲストに来られたんですかそうなんですよ<ー>で、その時に話盛り上がっちゃって、出ることになって、ワンショットですけどね。 1時間も取ってま数秒だと思いますけどねどこで出るかも含めてと夜11時から11時30分毎週月曜日 BS フジで放送中警視庁捜査資料管理室ここに須田さんと東島エリアアナウンサーが出ると楽しみですねドラマ自体も結構面白いドラマでねなんか出撃みたいなやつなそうなんですよあの予算がどうもね限られ っていうか <laughs> 少ない予算の中でやったために密接になっちゃったっていう BS らしい BS らしいいやでもその分なんか工夫でこう面白く見せるってことですよ、ねえー、たらねやってるのが踊る大捜査線を作ったプロデューサーですあそうなんですかだから見てるとねいろんなね<え>思い出深いシーンが出てきますよあじゃあその原作オーマージュみたいなものもいっぱいあるんですよ、えー、いろんはいろんな映画のね いまるやそうですねその中で警察幹部のちょっと写真がありますけどこれなかなかいいじゃないですかね似合ってますね凄みがある凄みがあるってあくまで警察幹部とあくまで警察幹部い。組織犯罪ではないとではないとはいえ6月10日ということですまた来週もねちょっとお話したいと思いますというわけでこの時間のお天気飯田浩二と須田慎四郎と新庄一花でした このあとは「書き方正し